皆さんこんにちは、ビレジェンドスミラです。ビレジェンド上野です。スミラさん、はい。僕ちょっとボディメイクしてるんですけどちょっとなんか唐突ですね。いやいやいや、はい、大会とかで出ようかなって少し心によぎったりするんですよ。はい。こうなんか僕とかが出るべきなんかおすすめの大会とかってやっぱりあったりするんですか、ね、おすすめの大会ですか、はい、それは何ですか。この大会勝ちやすいよみたいな話が聞いて。いや、まあそれはね、出るんやったらそういう入賞とかできたら一番やっぱりいいじゃないですか。確かに、はい、そのまあ、体を鍛えていく中で、はい、なんかそのコンテストに出るっていうことに興味が出てくる人もやっぱいても、こうすごくそれは普通な流れかなとは思うんですけど、はい、まあ、そういう人たちが、まあ、どういう、まあ、経路をたどって大会に出た方がいいのかとか、はい、まあ、そういうところで、まあ、お話をさせていただくとするならば、はい、B レジェンドはあの JBBF、うん、日本ボディビルフィットネス連盟の、はい、まあ、公認品を B レジェンドプロテインいただいてまして、結構その JBBF さんとあの付き合いが、あるんですね、はい、で割と私も JBBF 大会、まあ、および地方連盟の大会に出てるので、結構そこの話がメインになってくるんですけど、はい、まあ、準備は正直こう早い方がいいというか、はい、今だと、まあ、この動画が出るのが、まあ、2月ぐらいですかね。だとしたらもう今のタイミングで、あの、出たいなと思ったら出る準備をするべきなんですね。で、なぜかというと、例えば選手登録を、はい、あの JBBF は選手登録がいるんですけど、それがこう更新が4月になるので、はい、今もう出たいなと思ってる人は地方連盟のその加盟ジムに所属をして、はい、登録をするのか、最近だと個人登録という方法もありますし、結構じゃあいろいろ準備が必要っていうことなんですね。そうですね、例えばこう出たいなと思って、はい、JBBF の場合5月6月からこう出たいなと思って、はい、こう出れる大会っていうとなかなかこう少なくなってくるんですね。そうですね、もう夏に入っちゃうともう大会をやっている時期なので、はい、事前のエントリーだったり、はい、あとはその通常の大会であるとアンチドーピングの講習会の受講が、はい、あの義務付けられていたりするので、それが大体もう始まり出すのが4月頃から夏の頭くらいまでがやっぱりこう各地で多くなるので、その間に受けておくべきかなと思います、はい。あと僕すごいポージングとかもすごく不安なんですけど、はい、はい、その辺とかはどうですか。今だとその各地方連盟さんがそのポージング講習会やったりを、はい、あの盛んに開いているので、その辺をチェックをしてもらって、はい、そこでこう教えてもらうのが、まあ、一番あの手っ取り早いかなとは思います。でそういうところで講師でいらっしゃる方っていうのは、はい、あのジャッジをしてる方なので、ルールにのっとったポージングを教えてもらえるので、それは使った方がいいかなと。それ月に結構頻度やってるんですか。まあ、連盟さんにもよるかな。あ、そう、割と関西圏だとね、はい、あの大阪連盟さん、兵庫連盟さん、京都連盟さん、はい、ちょこちょこやってますし、はい、まあ、それはちょっと、まあ、各連盟さん の, あの SNS をチェックしてもらって、あ、更新してるかもしれないと。そうですね。報道。あと、はい、まあ、その実際に出る出ないはさておき、はい、ちょっとでも興味あるなら出ちゃった方がいいと思うんですよ。その講習会とかアンチドーピングの講習も、はいはいはい、だからそうなってくると、はい、本当に出たいなと思った時にそれをしてなかったことによって出れないっていうのがちょっと寂しいので、はい、出るのがまあ来年再来年になったとしても、一旦どんな感じかなっていうことで講習会参加してもいいのかなと思います。なるほど。多分いろいろあるじゃないですか。はい、フィジークとかボディービル、はい、クラシックフィジーク、あ、はい、クラシックフィジーク今年からね出てきましたね。どの辺からやっぱり行くべきなんですかね。逆に染田さんが大会出るっていうことになったら、はい、どのカテゴリーで出たいですか。僕はやっぱりねフィジークかなと思います。あ、まあ、だとしたらはフィジークに出るべきですね、はい、なるほど。もう出たいものに、もう出たいものに出た方がいいんじゃないですかね。いや、確かにこう競技によって、はい、あ、こっちのカテゴリーの方がなんかよく見えるんじゃないかっていうところもあるにはあるんですけど、はい、そこはご自身でこう出たいカテゴリーに最初は出てみてのだと思うので、はいはい、そこは決めてもらってご自身での方がいいかなってところですね。あとは大会のその、はい、
区分で言うと、はい、まあ大きく分けて、まあこれから始めたてっていうところで言うと、はいはいはい、まあ、出れるところで言うとオープン大会というのと、はいはいはい、まあ、選手権大会っていうのがあって、はいはい、でオープン大会っていうのは例えば大阪のそのフィジークのオープン大会っていうのはキングオブフィジークっていうものがあるんですけど、はい、それは、まあ一応全国から出れる、はいはい、そのオープンっていうのはどっちかといえば初心者向けの大会になるんですね。まあ、初心者の方はオープン大会にまずを目指すのがまず一つおすすめかなと。なるほど、はい、オープン大会ですね。そうですね、そういろいろオープン大会も区分がいろいろあるみたいなので、はい、そこはまあ各連盟さんに問い合わせてもらえればと思うんですけど、あとまあ選手権大会っていうのは例えば大阪選手権とか、はい、兵庫選手権とか、はい、まあ、各その都道府県の連盟さんがやってるんですけど、それは基本的にその登録、はい、大阪の選手権なら大阪で登録してる人しか出れない感じなんですけど、はい、それはまあ、 入賞があったとって別にな、誰が出てきてもその連盟内であれば OK ということになるのかな。なので、そっちの方がやっぱりレベルとしてはちょっと上がるのかなと思います。今だとでもそのフィジークだったりビキニだとオープン大会がほとんど、はい、で選手権大会は割とあまり多くなかったりするので、はい、まあ、オープン大会を目指すのがその辺のカテゴリーは主流なのかなと。なるほど、思いますね。じゃあ僕みたいにちょっと大会出ようかなって考えている方は近くの都道府県のそのオープン大会をちょっと調べてみたらいいっていうことですね。そうですね、うん、まあそれまで何出るかもと並行してそれまでのやっぱ準備ですよね、はい、さっき言った通りアンチドーピングの講習だったり、それも出たわけじゃダメってことですね、はい、そうですね。でも大会とかも多分5月ぐらいから始まっていくんですかね。一番早いとこだと、はい、ボディービルの東京オープンっていうのが、はい、おそらく5月のゴールデンウィークくらいやるのかな。通常の、まあ、シーズンだとそれが一番早いんですかね。ってなってくるとじゃあもういろいろ準備とか進めるためにはもう早い段階で決めて例えば減量とかも入っていかないといけないってことですよね。まあなんかその8月とかの大会を目指すような方であればね、はい、まあ減量幅にもよるんですけど、はい、まあ3月4月ぐらいスタートっていう人も多いでしょうし、はい、ただその5月とか、はい、早い時期の大会を目指す人だともう準備を始めてる方が多いですよね。そうです、もううちの会社とかでも早速減量始まってる人がおったりもするんで、うん、早く準備しないといけないかなと思います結構ちょっと私の話の中でも曖昧な部分が今回多かったんですけど、うん、そのまあ各その地方連盟さんに問い合わせをして聞いていただくのが一番いいかなと思います。で少なくとも今関西の連盟さんだと大体 SNS のアカウント持ってるのでそこでこうコメントというか DM してもらうとね、それで答えることもできますし、あとはまあ事務局にお電話いただくというのも一つなのかなというふうに思います。なるほど、はい、じゃあ最後に染田さん今年は大会出るんですか。えちょっとね、まあ、今の聞いてるとすごく出たいなっていうふうに思うんですけどね。大会出ます。お、出るんですね。行っちゃいましたね。はい、染田さんがどの大会に出てくるか、はい、まあ多分関西近辺のそのオープン大会になるかなと思うんですけど、その時はもうカメラもね、はい、密着というかしますので、その様子はぜひ皆さん目に焼き付けていただけたらなと思います。興味ありますかね皆さん。いやそれはそうですよ。本当ですか。はい、興味ある方グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、まあ、一度ねメンズフィットネスモデルか、はい、に出られてたんですけど、そういったフィジークは今回初めてという。そうですね、はい、なので、まあ、そういう応援のコメントもいただければかなと思います。上さん入賞もしできたら何かご馳走してくださいね。そうですね、はい、プロテイン飲みましょうかプロテインか、はい、それでは皆さんまた次の動画で会いましょう。はい、さよなら。さよなら。